皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。10月に入ったのでそろそろかりゆしウェアの出番も終わりかなと思ってまとめてクリーニングに出そうかなと思っているところなんですが、考えてみると今年はあんまりかりゆしウェアの出番なかったんですよね。8月に3週間近くスコットランドのエジンバラに行っていたので、現地ではダウンジャケットとか着ていてすごく寒かったので、今年の夏は残念ながらかりゆしウェアの出番はあまりありませんでした。来年はもっと、ね、あの出番が多くなるといいなと思っています。さあ沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は元郵政民営化防災担当大臣の下地幹雄さんと、ラウンジ常連で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。下地さんは1961年生まれ、宮古島市のご出身です。1996年の総選挙で初当選し、通算4期衆議院議員を務められました。2002年に経済産業大臣の政務官を務めた後、2008年には国民新党に入党し、2012年に野田内閣において郵政民営化防災担当大臣を務められました。下地さんは若干53歳ながら政治経験が豊富で、その行動力には定評があり、近年の沖縄の政界においては常に注目される存在です。今回の知事選挙の最大争点である普天間基地の移設問題では、県民投票で決めるということを訴えており、そのあたりのことを含めて知事選に挑む思いを島田さんに語っているようです。それではどうぞ。どうも、下地幹雄さんをお呼び止めしました。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。選挙ですね。選挙ですね。下地さんはね、僕あの同じ年で、1990年代の真ん中ぐらいから世の中、まあ関わってきて、だから沖縄の政治構造をこういつもこう変えようとする人であり続けていますな。20年経ってるけど20年経ってますね、うん、32で立候補しても53ですからね。早いですよ。30の時に世の中のことを見始めた僕らからすると、その時の下地さんも言ってね、同じ年を重ねて、でちょっと振り返ってほしい。国今どんなことを起きています。今の安倍政権なんかどんなふうに見えます。安倍政権を見ていると、まあ、彼らの課題の大きなポイントは経済政策だと、うんうん、行って安倍政権できたんですね。アベノミクスという、まあ、インフレを作ってやるという話をしたんだけど、やっぱ金の本質が出てるね、集団的自衛権見ても。やっぱ選挙の時にはものすごくその不況をアピールして、ね、それでいって経済を成長させて皆さんの生活が変わるよということをものすごくアピールした政策を打ち出してるんですけど、やっぱ彼がやりたいのはですね、日米同盟とかね、集団的自衛権とかね、もうとにかく好きなんですよ、オタクなんですよ、うん、だから結局はその方向に走っていることが、当初の目的の経済政策がうまくいかなくなってきたときに、私は国民がパッと目覚めるんじゃないかと、うん、あのそのことまでは分かってる人たちも多かったんだけども、うん、それは、まあ、経済政策がうまくいくならまあまあというところもあったんだけども、その辺経済政策に関してはどうです。いや、今円高になってるでしょ、うん、あれだけ公共投資を出し、異次元のこの金融緩和をやって、それで成長戦略といって、まあ、これ、積めば積むほどあのインフレになるような仕組みなんです。円高になるような、円安になるような仕組みなんだけど、もうイギリスのスコットランドがドーンと出ただけで円高になっちゃうんです。経済っていうのはそう簡単にですね、そう簡単に自分のシナリオだけで国家っていうのは動かないことを彼いっぱい知ってるはずなんです。しかし今私は不安定な状況が、これだけイスラム国の問題が出てくると、日本という国家は一番安全保障に弱い経済体質だから、私はうまくいかなくなってきてるんじゃないかなというふうに思いますね。それと読み間違いしてるのは、円安になったら輸出が伸びると思った、
しかしもう伸びないんですよね。構造的に日本の経済構造変わってたわけでね。そうですそうです。蓋開けたら、本当かよって感じになってるっちゃ。いやだってもう本当に輸出が伸びないって言うと、もうみんな海外にもう拠点作っちゃったんですよ。輸入するものだけが上がっちゃって。そうです。やっぱ逆が、ね、逆の円高政策で景気を良くするというそういう発想は全く持たずに、インフレ作って円安で、ね、輸出を伸ばしてて、もう旧態然とした考え方にちょっと壁が来たんじゃないかなと僕は思ってますけどね。日本人の資産めべってるわけですからね、はい、そう沖縄は、はい、僕は沖縄はこの20年走ってきましたよね、まあ、沖縄一番は貧困ですよ、基地問題に隠れてるけど、これ今回私が知事選挙で一番炙り出したいのは貧困。貧困という言葉ストレートに、貧困なんですか。貧困なんですよ。格差とかいう言葉、いや格差じゃない、貧困です。もう200万でしょ平均所得が。それで今貧困率というのが沖縄 29%、 全国が 14% は2倍。この那覇市なんか30人に1人が生活保護で、これが何を生むかといったら児童虐待が出てきて、これが10年間で25倍ぐらいになって、それでで自殺のこの数がね多くなってくる、なんかもうこのサイクルが悪いサイクルが、悪循環のサイクルが今沖縄に蔓延してるんですよ。それを下井さんはこの基地問題だけにウェイトをかけた議論政策が多かったので、 そこのところをなおざりしたというふうにおっしゃってるわけ、ね、いやもう間違いだって言ってます。これは小泉さんのワインイッシュと一緒、郵政が民営化させたら日本経済が良くなるって彼言ってたんですけど、これ違うんですよ。これもやらなければいけないけど、あれもやらなければいけないって言えばこれは正しいんですけど、これをやればみんなが良くなるみたいな話じゃなくて、今回もその辺野古の問題と普天間の問題と、ね、この貧困の問題は別次元で、辺野古が反対になって中止になってもこの問題は解決しないんです。だから両方論議しなきゃダメよということを私は言ってるんで。そうはなってない、なってない、なってない、現県政、中山県政の話、21世紀ビジョンというのをこの8年間でこう繰り上げて推進するという、これへの評価、評価っていうかもう僕らが一緒にやってきたからね4年間、今数字が良くなってきてますけど、これ中山県政だけじゃなくて民主党政権であらゆることを変えたわけよ、自民党政権と違う。まず自民党政権の時に10年間で1200億予算を切った。これを私たちが政権交代して600億まで戻して、今やっと戻し始めた。予算を切ったっていうのが沖縄にとって厳しかった。これ2点目には一括交付金使った。もう自分で県知事が決められる、そういうような枠組みを作ってボールを投げた。昔みたいに国が悪いから私は悪いんですということがもう言い訳できない。まあ先ほど話があったけど、いや 使い勝手が悪いとかって、これはもう役人の嘘、僕ら作ったものからすると、もう 99% は沖縄県が考えたことができるようになってる、いや漏れ聞こえるのはね、この一括交付金と3100億入ってくるけども、けどもこれ沖縄が自由になると言ってるけども、本当は自由になってないというふうに県庁の面々から漏れ聞こえる、県庁の面々が分かってないんだよ。そういうこと、私は作った張本人として、私が県知事になったら私の思い通りの一括交付金活用できますよ。補助金撤回法に、ね、これは入れてありますけど、内容は2つですよ、2つ。1つは観光に資するものだったら何でもいいですよと、ね、もう1つは国の制度にないものだったら何でもいいですよと、これが2つが一括交付金の基準なんですよ。これに、ね、格闘しないものを探すのが大変じゃないの。沖縄の現状はというふうにお尋ねしたところで、どうです、まあ、そういう諸々 の政治の状況あるけども、まあいいところまで来ましたよね。このいいところまで来てないんじゃないの。だからね、ここがポイントなんだけど、経済が成長した、大きい会社ができた、ね、いいところかなと思うけど、最後のところの個人に所得が来ないでいいところにならないのよ。日本全体にも言えてることだけども、特に沖縄、沖縄はそうなってる。そうです。だから私が言いたいのは、何十年経ってもこの200万という数字が変わらないというのは、やっぱりいいとこ来てないって言ってるわけ。じゃあそこからまさにその選挙の話に行きましょう、今11月の知事選挙に立候補を表明なさって、そこへに至る経緯、その思いお伺いしましょう。まず前国会議員ですよね。
落選してからずっと1年半、41市町村全部回りましたよ。自転車で回ってるんですか？いやいや、自転車で回ってない。まあ、水まきを見てきたわけ、うんうん、前は国会議員だからダムの中の水があって、それを沖縄県に制度とか予算とかって送るのが僕らの仕事。水まきを最後に花にやるのは県知事とか市町村長の仕事なんだ。この水まきがうまくなってるかどうかを、まあ、41市町村見てみたら、ちょっと待てよと。僕らが考えてる一括交付金の使い方じゃなくて、これじゃ成果出ないんじゃないかと、そういうようなことを私は感じるようになってきたと、これが一点ありますね。それと二つ目にはやっぱりこの基地問題、これ解決しなければいけないけど、この問題を旗にして後の政策を全部、ね、あの葬り去ろうとしてるかのように見えるほどの今のこの沖縄の雰囲気は危機感を覚えるんですよ。だからこの状況からしたら、やっぱり下地幹郎が出ていって、この基地問題も解決すれば、この貧困対策も解決すると、この2つをやるという経験がね、国会議員でもう17年やってますからね、大臣もやったし、いろんな経験積んできたんで、私がやるということが、私は沖縄が変わる要素になるんじゃないかと思って、今回は出馬すると。あの琉球新報、沖縄タイムスを見ても、政治面、これもあの普天間。まあ、一色とは言わんけども、見る人から見れば一色ですよね、あれね。そうです、そうです、そうです。そうじゃないだろうというおっしゃってるわけね。もう巷歩いたらそうじゃないんですよ、うん、あのそこでその政策についての下地さんが出してきたあの訴えは、これもう県知事選挙じゃなくて県民投票で決めようじゃないかと言っていると、ここそうおっしゃってるんだが、しかしやはりそれはリーダーになろうというもの、ご自分の意見をそこで示さなきゃいけないじゃないかという注文に対してはどう答えになりますか？あの今度の知事選挙は、もう18年経ってる上で解決できない問題を解決しなければいけない問題なんです。1、2年目の時は私は反対です、賛成ですというのは大事ですね。中山さんは賛成と言って反対と言って賛成に回って行ってきた。尾長さんはずっと辺野古を進めてした人が今度反対って言った。下地幹郎はね、嘉手納統合行って、まあ、辺野古と行ってこの前の選挙に負けた。お互い主張をしてきてるわけ。4回の知事選挙やり、5回の名護市長選挙やり、賛成の知事、反対の知事、ね、全部主張をしてきてるんですよ。だけど問題は解決化してないということよ、うんね、解決をするためにどうするかということを考えて提案するのが今度の知事選挙であってですね、私は賛成です、私は反対ですと、そんなことを言うことが何の意味があるかというぐらいの気持ちなんだ。だからはっきりと解決する手法は何なのかというのを示して、それが具体的であるべきだというのが今度の選挙なんです。だからあの先延ばしとかってよく琉球新報を書いたりするけども、まあ、勉強しないでよく書くなと思うんだけど、6ヶ月以内に選挙するって言ってるんですよ、県民投票。その、うん、その方法を示してくださいね、そこでね、うん、その6ヶ月以内とかね、うん、でまあ、一つ県民投票ってこれイメージできますか？できますよ、うん、だいたい、うん、新聞に書いてあるように尾長さんを選んで反対の意見が沖縄の声だとか、中山さんを選んでこれが賛成の声だっていうけど、尾長さんに票を入れる人ってね、尾、ね、長さんの反対は嫌いでも尾長、ね、さんに付き合いがあるとかお世話になったとかって政治家を選ぶときはそういう要素が出てくるし、この人が嫌いだからこれ選ぶっていう要素も出てくるわけだけど、本当のこの政策が沖縄にとって沖縄県民の賛成か反対かっていうのは、スコットランドのようにね、白か黒か分かりやすい二者選択でやって初めて物事が浮き彫りになるんです。これ賛成と反対とこれ分かりやすくしようという、はい、というするんであれば、それは県民大多数が反対という方向だろうと、これお、まあ、それもだから決めつけちゃいけない、分かった、分かった、うん、でセカンドオプションという方をなさいますね、はい、まあ、それ反対だとなったときに、さあそれでもあの国との関係になってきたときに、どういう手段でこれ解決していくんだというところまではやっぱあの示しておかないと。あ、これはね、うん、今私の経験からすると、うん、県民投票の結果が出たらセカンドオピニオンというものは、セカンドプランというのはね、うん、それを示す、うん、しかし今私がセカンドプランを示したら、ね、この新聞社は何て言うかって言ったら、セカンドプランをやりたいための県民投票かって言うんです。もうこういう罠に引っかかっちゃいけない。もう今までありとあらゆることを書かれてきたものからすると、今は県民の民意を見ることが大事。
分かった、あの基地問題に関してはもうあのそれこそ冒頭の話じゃないけども、これもあるけども次の政策も大事だという話、その時間ちょっとあと数分らしいですから、うん、あのその他の政策のこと、うん、さすがに下地さん面白いキーワードいっぱい出してこられてる、いくつかお話しなさってください、うん、これ実現するぞと。まず1点目は、うん、教育費の完全無料化やる、保育園幼稚園学童学校給食これ全部ゼロです来年の4月から。もう東京大学に入ってる子どもの親の平均所得が1000万超えて、もう所得格差がもう完全に教育格差って言ってる、うん、そう分かる、やりたいけども、うん、それは民主党政権政権交代してやろうとしたらできなかったことがある、うん、それから沖縄の中のなんか市長たちが何人かの市長がやろうと言って全然できない、まあ、あの人たちと同じレベルにしないでもらいたいんだけど、うん、まあ、一応財源は皆さんが納めてる税金が950億円あるから、沖縄県民が納めてる税金が県に払って、これが1点と、あと一括交付金のこれ1500億あるんで、2400億の中から私たちはこの財源を作ろうと思ってます、ね、教育プランですね、はい、次はやっぱり経済ですね。やっぱ経済は、ね、基準が3つある、うん、1つは地元をちゃんとが頑張れるようなプラン、2つ目はとにかく沖縄の産品を外に出す、もう沖縄だけで売る、うん、そういう産業にしちゃいかんと、うん、それに私たち力を入れる、3番目には沖縄に投資をさせる、うん、投資をさせる、もうこのプランをやっていく、まあ、4つ目はやっぱり夢を、ね、追いかけるようなプランをやる、まあ、この4つをやっていけば具体的なものができる。まあ、前の2つ3つぐらいは稲嶺県政中山県政もまあほぼ同じことを言ってこうやってたわけですが、ああそことの違いは違うよ、プランの大きさが違う。中山県政の8年間で何か大きなプランあります？私が言ってるユニバーサルスタジオやるとか、ね、コンベンションセンター5万人規模やるとか、ね、ボールテーマパークやるとかって、この中山さんの8年間でおこれがあったから何か変わったねっていう構造的な大きなものってないですよ。それが4番目の夢ということにつながるということ、ね、そうそうそう、それを地元でやっていかなきゃいけない、それを今は企業誘致してるわけ、沖縄の人が全部お金を出して全部建物も作ってあげますから、工具まで準備しますから来ていただけませんかというけど、僕はこれなしって言ってる、うん、そんなのはもう終わったと、もう私たちは自分のお金を持って沖縄に投資する人と、沖縄の企業が台湾やシンガポールに行ってね、自分の品物を売るときには協力する、こういうのはね、もうやり方に変えていくんです。だから中山さんや、ね、まあ、稲嶺さんのこの時代と全く違う発想で私たちは経済政策作ろうと思ってますから。確かに沖縄がまあ卑下する時代は終わりましたよね。もうなんかね、差別を受けてるとかさ、そういうふうなもんじゃなくて、うちものすごくいいのいっぱいあるから、もう心配せずにあと進むだけなんです。ただここに政治リーダーがいなかった、だから強い政治リーダーがいれば変わる。だから私が知事になったら、ね、私が知事になったら官邸に行って知事になりました下地幹雄ですって行きませんよ。安倍さんに来てもらいますよ沖縄まで、新しい知事に会いには。そういうふうなこの強い沖縄を示さないと沖縄問題って解決しないんです。あのこのその政府との関係、それからこの東アジアの中国との関係、台湾との関係、こんなことを少し話聞きたい。やっぱ歴史的にやっぱ中国、うん、ね、台湾との関係は大事、ただ尖閣という問題があるから、うん、毅然とした態度を取るのが大事です。与那国の自衛隊が配備されるとか、まあ、それは私は認めてますから、やっぱり国境の街はしっかりと自分で守るということはやります。しかし民間交流や沖縄の歴史から中国とどうやってお付き合いしていくのかという、それの日本と中国のこの今の状況の中で沖縄が役割を果たせるものがあったら果たす、そういうようなことだけは私は取り組んでいきたいというふうに思ってますね。あと1分で車が出るそうです。知事選挙もうこれからまた中入っていくんでしょう。最も訴えたいこと、改めて訴えたいこと、そして県民に約束すること、うん、最後に、まあ、一番訴えたいのはとにかくこの沖縄の今の現状を変えるためには政治指導者変えること、政治指導者を変えない限り同じことの繰り返しをやってきてるから、ダイナミックに政策を変えるためにはやっぱトップ変えること、私はこのことをやりたい、世代交代やりたいというのを言って、県民に約束するのは私が言ったように解決する、辺野古は解決する、そしてこの所得倍増であったり沖縄の貧困をゼロにする、そのためには教育の完全無料化をやったり経済政策を作ったりという、まあ、このプランをですねやっていきますから、まあ2つの大きな柱、とにかく辺野古は解決、先延ばしはしない、これが私の考え、所得は必ず4年以内に
300万を超えるような沖縄県民の所得をつく、こういうことをですねやっていこうと思ってますね。沖縄の歴史的な時代の転換期ですね。いや大きいですね。だから出馬するんですよ、うん、尾長さんと中山さんだけではこの沖縄の未来を語るには少し私はスケールが小さくなってしまうから、下地美京が出たら面白くなると思ってますね。今日はありがとうございました。また自転車気をつけて走られてください、ね、ありがとうございます、はい、基地問題はもちろん解決すると、でもそれだけではなく貧困問題や教育問題を含めた沖縄のさまざまな課題に取り組みたいとおっしゃっていました。下地さんといえばおなじみのオレンジテーマカラーなんですが、とっても元気なイメージがありますよね。いつも上から下までオレンジという感じなんですが、その豊富な政治経験と行動力に期待したいと思います。今週のコーラルラウンジは元郵政民営化防災担当大臣の下地美京さんとラウンジ常連の島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日はですね、今度の土日と、コザミュージックタウン1階の特設ステージで行われます第3回ニーウトウマチーのお話です。これニーウト、根っこの音、ルーツの音と書くんですけれども、一人一人が足元にあるルーツ、宝物と再会を奏でる日ということで、リンケンバンドやソンダエイサー、イジュヌターファーク、合わせのチョンダラをはじめ、さまざまなミュージシャン団体の皆さんが出演します。歌って踊って演奏して、根っこの音にみんなで感謝しよう、そして世界に配信しようということで、参加者の歌はですねライブレコーディングして iTunes から世界へ向けて配信されるということなんですよね。今度の土日11日12日と、コザミュージックタウン1階特設ステージで、観覧は無料、雨天決行となっています。ぜひお出かけください。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤のこれまでの放送はポッドキャストでいつでもお聞きいただけます。ラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページのポッドキャストでお楽しみください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。